課長、いろんなものがテーブルに並んでますね。うん、これは長崎県知事指定の伝統的工芸品の一部なの。人形やタコなどいろんなものがありますね。どれも長崎県の豊かな歴史や文化を感じさせる素晴らしいものばかりだよね。では今回は長崎県の伝統的工芸品についてお伝えしましょう。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。長崎県知事指定伝統的工芸品とは、製造過程の主要部分が手作業であること、伝統的な技術または技法により製造されること、伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ製造されること、一定の期間店内において当該工芸品が製造されていること、この4つの要件を満たしたものを知事が指定したものを言っています。現在指定されている伝統的工芸品は10品目あります。長崎県ではどのような支援をされているんですか？はい、長崎県ではこういった伝統的工芸品の維持存続に向けて、首都圏などで開催される物産展や展示会への出展、インターネット販売を実施するためのシステム構築などの取り組みについて支援しています。そこで私は長崎県知事指定伝統的工芸品の一つである佐世保駒の製造現場を訪ねてみました。佐世保駒とはどういう駒なんですか？佐世保駒、特徴的が一番というのはらっきょう型っていうんですけど、九州の北部の方がこういう丸っこい駒ですね、はい、その作る際の苦労とかどういったところにこだわりを持って作られてますか？そうですね、ちゃんとよく回るように中心を出すのはやっぱりちゃんと一個一個きれいに取ってはいますけどね、はい、そうですね、やっぱりこう恥じないようにものはきれいに作って、やっぱりその駒だけじゃなくてその長崎県の工芸品もこう宣伝されればいいなっていう思いはありますけどね、皆さんその知り合いも多いもんで一生懸命頑張っておられるのを僕も知ってるからですね、やっぱり僕も皆さんを見てやっぱり頑張らんばいかんなと思って仕事をずっと続けてます。そして私は佐世保駒の絵付け体験もさせていただきました。すごいすごい綺麗に綺麗に塗れるでしょ。いい、うん、自由に好きな色を塗っていくのはとても楽しい体験でした。できました。赤のこのラインがポイントです。先生いかがですか？いいと思います。斬新な作品だと思います、うん、赤と白は日本ジャパンカラーですよね。素敵だと思います。はい、はい、ありがとうございます。佐世保駒自体は遊ぶという、玩具ですので、楽しみを教えてやらんとそれが続かんだろうから、それはずっとずっとその回し方を伝承していきたいなと思ってます。長崎県ならではの歴史と風土に育まれた伝統的工芸品は私たち県民の大切な財産だと思いました。県民の皆さんにももっと知っていただきたいですね。そうだね。そしてぜひ日常生活に取り入れたり贈り物などに使っていただきたいよね。では今回の内容をもう一度確認という方は長崎県のインターネット放送局ヨカテレでチェック。